けど、今日は勝ちました。6対1。今日はなんといっても、400日生まれのノーマンの高橋裕樹投手が久しぶりの先発で勝利投手。そしてね、なんと、打ったタイムリースリーベースヒット、これが決勝点でした。というわけで今日の展開を軽く言うと、1回の坂本大輔に先制タイムリー、今日2本打ったんで1979、もうあと21、今年中にぜひとも達成していただきたいところです。そしてまあでもね、相澤選手にホームラン打たれて同点に追いつかれたんですけど、その後にその裏、高橋優希投手のタイムリーズリーベース、今時点でこれで2対1とか、そしてね、その後に大城選手ちょっとラッキーな2点タイムリー、菊池選手の守備が良かったんでちょっとあれも取られるかと思ったんですけど、抜けてしまいました。そんでね、丸選手を2点タイムリー打って6対1で、最終回までそのまま来て6対1で勝ちました。だから明日終わって広島戦勝ち越しましょう。マジックがもう今日で9、もう優勝まで本当にあと一歩のとこまで来てます。じゃあ明日から向かっていきましょう。じゃあ今日の動画終わります。ご視聴ありがとうございました。